天球寺住職三木大雲です。本日もまた怪談説法ということで、怪談をお話しさせていただこうと思うんですけれども、今はちょっとコロナで、自粛が続いてますので行かないんですけれども、普段は全国に講演で呼んでいただくことがあるんですね。でもちろん仏教的な話をする時もあるんですけども、多くは、怪談説法という形で、全国回らせていただくんですね。で全国回りますと、たまにね、最後終わりしなにこう皆さんと握手しながらお別れするんですけども、その時にね、懐かしい顔の方がたまにおられるんです。この懐かしい顔っていうのは何かって言いますと、これはとあるところに講演に行かせていただいた時に、私の学生時代の友人が聞きに来てくれてまして、握手してお互い変わらずにね、もう私なんかはだいぶ学生時代よりも10キロぐらい太っちゃったんですけれども、でもその友人っていうのは変わらずに本当に学生時代のままの友人でして、ああ久しぶりなんて話をしてたんです。でじゃあちょっとこのまま待っていただいて、服を着替えた後一緒にご飯食べに行こうということで、その友人とご飯に行ったんですね。でそのご飯に行った先で、この友人から聞いたお話なんですけれども、この友人っていうのが京都のちょっと郊外に、里がありまして、でそこに実家があるんですね。で実は講演先っていうのはもう京都とは全然違うところだったので、その友人にそういえば最近里帰りしてるの、そんな話をしたんです。でそうするとその友人が、いや実はね、その話を今日三木にしようと思って、実はつい最近里帰りしたんやって言うんですよね。でああそう、みんな元気やったっていう話をしたらね、その友人が3日間だけ会社が休みになって、でちょっと今日初日実家に帰ろうということで帰ったそうなんですよ。でその友人っていうのは今は都会のマンションに、奥さんとお子さんお一人で3人で暮らしてるんですけども、その時実家には自分一人で帰ったそうなんですね。で帰るとね、京都の郊外なんであまり街中とは違って風景の変化がないっていうんですよ。もう駅を降りたらもう学生の自分のまま、もう畑がずっと広がってて、でああ懐かしいな、里帰りっていいもんやなと思いながら家の方へずっと向かって、で歩いていくその最中もね、もう本当に自分が子供の頃と変わらない風景が続いてたそうです。で実は今日実家に帰ってくるということを両親には内緒にしてたんですって。ですから両親にするともうサプライズで喜んでくれるかな、びっくりしてくれるかな、ちょっとワクワクする気分で、玄関の前に立ってピンポン押す。すると奥からはーい、お母さんの声がして、あ懐かしいな、学生時代自分が帰ってくるといつもこんな風に迎えてくれたな。でお母さんが出てきて、あらどうしたん、急に帰ってきてなんて言われて、いやいや実はちょっと会社が3日ほど休みができたから今日はちょっと実家でみんなの顔を見に来たって言うと、あお父さんなんて言ってね、お母さんがお父さんまで呼んで、あ久しぶりやな、上がれ上がれ、お帰りお帰り、本当に快く迎えてくれた。でその日の夜に祝宴を開いてくれたそうなんです。ご近所に住んでられる人たち、あるいは、親戚の方たちもみんな集まってそこで一緒にご飯を食べたそうなんですよ。で子供の頃お前はこうやったなああやったななんて話があったり、でああもうみんなで楽しいな、思い出話にずっと花が咲いて、やがてもう何時間もすぐに経ってしまって、もう夜遅くなったんで、じゃあ寝るわ、俺の部屋どうなってるかなって言ったら、あ自分で見に行ったらって言って2階にあるそうなんですけど、2階に上がっていって戸を開けると、もう全く自分が引っ越す前の自分の部屋だったんですって。でうわー嬉しいな、お父さんお母さんに言わすと、もうあんたがいつ帰ってきてもいいように、家は部屋はそのままにしてたよって言ってくれて、であこんなに急に帰ってきてもこうやって迎えてくれるの嬉しいなって言って、その日寝たそうなんですね。で寝てしばらくすると朝になって、お母さんが部屋に起こしに来てくれた。起き起きって言ってね、でああおはよう、今日も一日この実家でゆっくりしようと思ってたら、お母さんがあんたなもう帰った方がいいよって言うんですって。でいやいや3日間休みやから今日もまだゆっくりできるよって言ったら、いやいや帰った方がいい、もう今日帰りなさい、えらくしきりに帰るように言うてくる。で実はですね、この友人一つお母さんが帰れっていうのには思い当たる節があったっていうんです。でそれが何かっていうと、
この友人の奥さんとお母さん、まあ、あまりうまくいってなかったそうなんですね。いわゆる、まあ、嫁姑問題といいますか。だからもしかするとお母さんが奥さんに気を使ってね、もう休みの間中ずっと実家で暮らしてると家族がどこも行けませんのでね、だからもう今日は帰ってちょっと奥さん孝行しなさいっていう意味かなと思ったら、じゃあまあ分かった分かった、じゃあもう今日で帰るねって言って、で帰る頃玄関のとこ出るとお父さんお母さん親戚の人近所の人たちがみんな送ってくれて、でありがとうさようならって言って、まあ電車に乗って帰ってきた。で帰ってきて都会のマンションでちょっと高層の方に住んでるんですけども、そこへ行って、で玄関の前で、まあちょっと今日一日実家に帰ってたのを奥さんにどう報告しようかなと思いながら、まあとりあえず鍵を開けてガチャッとマンションの部屋に入っていった。そうすると、あパパおかえりって奥から長男さんが走ってきてくれたそうなんですよ。で、あ帰ってきたよって言って抱っこしようと思ったら、その後ろから血相を変えて奥さんがわーっと走ってきて、子供をバッと抱っこして取り上げて外へ出ていくんですって。でどうやら私の友人に言わすと、あ実家に帰ってたことが気に入らなかったのかな、おいちょっと待てよって言って追いかけようとすると、奥さんが子供を抱えたままエレベーターのボタンをバーッと連打してるんですって、下息をね。でいやいやもうそんな連打しても来る時間変わらへんから、もうちょっととりあえず落ち着いてって言おうとしたら、そのまま非常階段の方に行って、非常階段が螺旋状になってるそうなんですけど、その螺旋階段をずっと子供を抱えて走り出すそうなんですよ。でそれを見てこけたら危ないと思って友人が、おいちょっと待て待て、そのままこけたら危ないから待ちなさい、ちょっと落ち着きなさいって言って後を追いかけたそうなんですね。で螺旋階段をずっとその友人も走ってると、どうやら途中でバーンと転んでしまったそうなんです。で気がつくとベッドの上だったそうなんです。病院のベッドの上で、病院のベッドの上でいろんなものがつながってて、あの螺旋階段でこけてここまで運ばれてきたのか、記憶が全然全くないなと思ったら、気がついたその友人に気がついた看護婦さんが来られまして、大丈夫ですか、気がつかれましたかって声をかけてくださった。で大丈夫ですって言うと、覚えてますかって言うんですって。でいや恥ずかしながらここへ来た途中もちょっと全然覚えてないんですって。あそうですか、大変だったんですよ、トラックにはねられてって言われたそうなんです。で友人が、いやいやトラックにははねられてないと思うんです、僕螺旋階段で転んだんじゃないんですか、看護師さんに聞いたら、ちょっと待ってくださいね、今ご家族にもちょっと連絡を取りましたんで、言ってるうちに泣きながら子供を抱えた奥さんが病室に入ってきてくれた。あなた大丈夫って言うんですって。で大丈夫大丈夫、何があったか全く記憶にないんだっていう話をして、実はそこで、看護婦さんや、奥さんからお話を聞いたそうなんですけども、この友人実は会社に行く途中トラックにはねられて意識不明の重体で病院に運ばれたそうなんです。その間の記憶は全くないんですけれども、その友人はどうやら僕は一旦死んでるっていうんですよ。どういうことかっていうと、実家に帰ってたって言いましたけど、よくよく考えるとその友人のご両親もう亡くなられてるんですって。で食事に来てくれた近所の方とか親戚のおじさんおばさん、もう皆さん亡くなってられる方ばっかりがその宴席に駆けつけてくれた。どうやら僕は死後の世界に行ってたようや、そう言うんですね。で奥さんのお話では、誰もいないのに子供が突然廊下の玄関の方へわーっと走っていって、パパおかえりって言ったのを見て、もしかすると旦那さんが亡くなって霊体となって家へ戻ってきたんではないかな。でびっくりして子供を抱えてエレベーター呼んでもなかなか来ないんで、螺旋階段を降りて、でそのまま病院に実は直行したんですっていう話だったそうなんです。まあ死後の世界っていうのを前回、死者はどこへ行ったの回でも少しお話しさせていただきましたけども、私たちと一緒に亡くなられた方もおられますよという話をしましたけども、まあその亡くなられた方を思って手を合わせた時には一緒にいるわけですけど、じゃあそれ以外の時間はどこにいるかっていうと、もしかすると普段は亡くなられた方っていうのは一番自分が好きだった場所、一番心地よかった時代にもしかすると行ってられるのかもしれませんね。で私たちが亡くなった時には本当に歓待してくださると思うんですよ、亡くなられた方たち。
で思うんですが、私たち生きてる人間も亡くなられた方を迎える儀式っていうのがありますね。まあ、有名なところで言えばお盆がそうですよね。お盆なんかはちょっと背書き棚を作って、生前好きだったものをお供えしたり、あるいはご先祖様のためにいろんなお供え物をしますね。ああやってやっぱり亡くなられた方を迎えるっていうことをしなくちゃいけないと思うんですね。でもっと言えば、まあ年会期もそうですね。年会期っていうのがありますけども、この年会期も最近されない方もおられますけれども、できればこの年会期もちゃんとして亡くなられた方を、まあ、年に一度あるいはまあ定期的にでも迎えるような行事をどうか開いていただきたいなというふうに思います。まあ、こんな話をその友人からお聞きしましたので、今日は紹介させていただきました。本日はどうもありがとうございました。